若松 SG 優勝戦。私見よう。あ、見よう。うわー、食べたい。マンスばっかりだった。どこ来たらいいか。よし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 。結論から言うんですよ。シスターは絶対に水だから。水だから。出てきた。わ、6頭逃げた時は、1、3、4。よっしゃよっしゃ、見て見て見て。5万3千回。次女子戦なんて。違う、そろそろ女子戦でも見れるようになってるね。ちょっと無理ですね。全く分かんないんですよね。うまそう。うまそう。いただきます。もう始まるらしいんで。岸さん純粋に気づいてないもんね。4枚分買いました。ちょっと向こうで買いに行く。はい、ということで今回ちょっと船健太郎のターンということで、うん、そうだね、もう女子戦だと全く歯が立たない。言うてみてたんちょっと言ったよ、頑張ってね。ね、あのここね、鎌倉選手、この女子戦で言ったらイニング成功率84あるよね。これは女子戦の中では高いものの低いもの。めちゃくちゃ高い。めちゃくちゃ高いで、鎌倉選手の陰線ってマジで強いんよ。これ一般戦ってなってるけど、コラメンツね、マジでレディースチャンピオン の、うん、の優勝戦女子ファンとしたらもうめちゃめちゃご褒美なレースだよ、これ。それくらいだけども、まずここね、ちょっと2パターン勝ってて、うん、鎌倉選手がね、ちょっとね、実は1号艇負ける可能性もちょっとあるよ。なるほど。あのその理由が、今節モーターがマジで悪いみたいなね。なるほどなるほど。勝ててないよ。勝ててなくて、ちょっとそこが怖いってことで、2号艇頭もちょっと勝ったんよね、うん。で、2号艇のこれ差し、2頭の2着に1、2戦、1、2戦。で、これ鎌倉選手が負けるとしたら、ここだけなのよ。2号艇、2コース。武井選手負けると、負けて、これ。で、確率としては 8% ぐらいしかない。なるほど。 8% しかないけど、負けるとしたらここ、うん、で、まあモーターが悪いってことを踏まえてのこれね。で、もう一個、1号艇が逃げた時、1頭、うん、で、あと2号艇の武井選手、うん、武井選手ね、勝てないって分かったらね、たまにまくるんよ。ああ、なるほど。2コースの直まくりに打って出る可能性が。そう、武井選手ってめちゃくちゃみんなとすごいまくっていく選手と思ってるけど、うん、実は差し率の方が高い。なるほど。差し勝つことが多いね、実は。で、じゃあどんな時まくるかって言ったら、もう2着取りしに行く時があるよね、うんうん、そうなった時にまず1、2は買いました、うん、ってことは3が邪魔される可能性がある、うん、内側が空いて4が突っ込んでくるかもしれないってことで1頭の1、2、3、4で3着に2、3、4、5の小田山選手を外した。で、これ各4000円の3万6000円ってことで合計で、4万円買いました。おお、その半分相変わらずって。え、なんで俺としては、何でお前言ってんのとか。全然相変わらず可能栄光スタイル自信あるんだね。違う。ということでこれで勝負していきます。鎌倉選手逃げてください。マジで逃げて。大丈夫大丈夫、頑張れ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 。よし、逃げ乗った。こっからこっから、よし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 、逃げて逃げて。舐められたままで階段取ってください。よし、でも21もある。よし、ある。21もある。刺さってるじゃん。よし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 、待って、5がない。215がない。215がない。215がない。3号手マジ。この選手、松本選手、俺今節全部勝って倒してんだって。やばい。6番がない。6番がいる。3号手マジ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 。この選手、うまい。この選手、これさ、よしよしよし。この選手マジでありがたい。よし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 、だったら231とかめちゃめちゃ嬉しいけど。よし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 、待って、大山選手こんどいて、こんどいて、こんどいて。よし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 、ちょっと60倍ぐらい、わからん、ちょっと待って。よし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 、もうこれはほぼほぼ決まりかな。いや、鎌倉選手はこれ1日差もめちゃくちゃ美味しかったん。結構ついてた。ついてた、4000円で取ったからね。全然1日差の方が良かったけど。よし、とりあえず神ではない。700円入れてる。700円、700円、700円入れてる。あ、
いや、どうかな、取り紙かギリプラスぐらいかもしれない。1000円ぐらいだった。あ、ちょっとちょいプラスだった。1000円ぐらいだった。まあ、まあ、プラスということで。ああ当たったけどな、これな。いやー、1、2、3来てたらやばかったのにな。了解。1160円。ということで41,000円。もうちょっとプラスやった。いやー、1、2やったらマジで美味しかったんだけどな。展示見た時に4番と6番があんまり良くなさそう、うん、それ以外だと2番3番が飛び抜けてる、うん、今垣選手単体が逃げれる足っていうよりも2番3番が外をブロックしてくれて逃げるみたいな感じ、なんとかしのぎきれる、1がもう絶対勝つっていうような感じではなかった。でも2の篠崎選手がもう壁になりすぎてて、うん、逃げやすいだろうなっていうような感じ。ただ一つ気になるのは刺されやすいだろうなっていうのは考える。あ、今垣選手ね、刺されやすい条件だろうなっていうのはある、うん、じゃあ獅子さんとしては1の逃げと2番かなの差しは気になる。ここね、うん、今垣選手が勝つ確率逃げ 54% 54なんだ。で、篠崎仁志選手単体で見た時こ2コース1着率 22%。 あ、やっぱそうなんだ。2頭全然狙える。で、しかも3連対率78なんよね。あ、もう絶対に入れないといけない選手ってことは、もう逃げた時の軸にしていい選手なんよね、うん、もっと言ったら、ここ獅子さんが荒れるとか予想やったら、うん、全2、全然2とかでも。あ、もうそれぐらいでも全然いい。でも、まあ、54やから俺は2頭変えたいかなって。あと5頭もちょっと気になるよね、うんうんうん、5頭が 15% あるんよ。獅子さんが新田選手いいよって言ったら買おうかなと思ったけど、よくないっていうのであれば、なも、うん、なったらここ1と2でいいのかな。1の逃げ、1の逃げで2の差し。そう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 、6号艇どうする、田村選手切っていいんじゃないかな。切る、そんなにいい話じゃない。あ、そうか、シスター評価的にもダメだ、うん、じゃあ切ろうか。じゃあ磯部選手入れるか。磯部選手は入れたい。千頭の2着に23 23 3着に2345。はいはい、これやったら6点だよ。6点3万に近づけるなら29,700円。うん、それで3,300円。フォーカスで船券、これいきます。はい、ということで船券買ってきました。シスさん、お願いします、うん、今回の買い目はデレン1、2、3、5、2、3、4、5です、うん、展示で見ると4番と6番があんまり良くないと、まあ、いうことで、うん、今回は2着は2、3、5なんじゃないかなっていう、うん、ヒンニゲは普通に確率としては2分1ぐらいであると。で、こっからね、うん、潮が、下がってきてもうすぐ干潮になるよ、うん、で、若松の干潮って割と逃げやすいよね、うん、だからちょっと俺は逃げの方がいいんじゃないかなということで逃げの方を選択。で、これね、2頭いったらね配当が安いよね、うんうん、ちょっともうこれはどっちを取るかってことで1頭でいきますと、はい、さあ、うん、スリットソロ、スリットは揃ってるかな。よし、今日最終日よね。よし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 、あー、やっぱちょっと行く、どこだ。さあ、こっからこっから行け。よし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 、待って待って待って、5あるよね、5ある、5ある、次5ある。あとは田村選手が来ちゃダメ、田村選手が来ちゃダメ、マジで。ちょっと待って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 、これ田村選手めちゃくちゃ有利じゃない。3着取りやったら田村選手が有利けど、頼む、1、2、5で。いやー、田村選手うまかったな。振り出しか、ちょうど振り出しぐらい、うん、
吉井さん展示どうやった。このレースまず深田選手が前付け、うん、コースを奪う動きをしました。進入で言うと1号で中段に2が構えてダッシュ3号の状況なんだけど、まず1号艇の西山選手、行き足で見るとこの選手の成り寄りもいい乗り返す、だから1マークは先に回ることができる、うん、ただ出足が甘いなっていうような周回展示だったから、1マークは落として回るんじゃなくて握って回る陰線をする、うん、その証拠として周回展示の時に大きく回るような感じにしてました。まあ本番の練習も兼ねてだと思うんだけど、だからここの2番の攻めっていうものが抑えられやすいような陰線をしてたのがまず印象的な1号艇、うん、でこの後に5号艇の深川選手言うほど良くない、ただ出足だけはちゃんと来てるから追走はあるかもしれないけど1着はないかなっていう感じ、うん、ここら辺はね正直ね差がない、あんまり差がないってなるとちょっと6番下條選手は活躍しづらいかなっていうような感じだった。ここデータ出たら西山選手、うん、勝つ確率 55%、 55% 低いよね、うん、でもただ地元っていうこともあって陰も考えてもいいのかなと思っててね、でまあその証拠にやっぱオッズも割れてるよね、うん、まあ前付けもあってるし、でここで注目したのが原田選手。原田選手、実際3コースあるよね、これ ね、うん、そうだね。この条件の時、原田選手、1着率が 25% ある。25% あった。だから結構俺は原田選手に向くのかなと思って、原田選手とこの条件やったら、2コースと、まあ、ここと、あと5コース。ここに結構条件が向いてくるんよ、うん、だからどっちかの頭をもし逃げないでいくなら原田選手の 25% と5コースの 11%、うん、2コースの 11% のどっちかの頭、なるほど。で西山選手は 2,3 着は外さんやろということで軸にした買い方でもいいのかな、なるほど。だから俺としては逃げていくなら原田選手を入れた買い方がいいと、うん、でもし逃げないでいくなら 2,4,5 頭でのどれか、もうちょっとここ話しながら切っていきたいかなって感じかな。はい、ということで砂金買ってきました。はい、今回はデレン1,2,3,5前です。この買い目っていうのは西山貴弘選手が逃げると、うん、まあ言うて今日さっき6号艇、まあ、3コースから勝ってるし、うんうん、福岡の人ということで逃げでいいのかなと、はい、いうことで1の逃げ、今回はねちょっと金額を高めで各4,000円で48,000円分のこれで行こうかな、うん、西山選手としてはちょっと逃げにくい条件かもしれないけど、気合いのね地元の陰線ということで、はい、逃げてください。そしてこの48,000円で勝負です。さあ頼みます。ああそんくらいね、うん、まあ連天地と一緒、まずスタート決めよう。よし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 、ちょっと揃った。さあこっから、西山選手がどういったんするか。さあこっからよいしょ、よし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 、こっからこっからこっからあるよね。さあこっからマジで、あとはいや2着がマジで分からん。これちょっと待って、怖い。6号艇めちゃめちゃ怖い。よし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 、132132、いやー6番もいるんだよな。いやこれ怖いね。3着が怖いってことやろ、うん、あ5番深田選手がいるから、え 5も狙ってるよね。深田選手は握っていくとかさせんよね。うわー連続、いやこれ、おーっと、よしよしよし135135、よし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 135の方がいい。いやまだ分からんぞこれ3着。いやこれ6番ある、これ6番ある、分からん分からん、よし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 、6が有利よね。あーでもちょっと待って、あー内側あごかな、いやまだある、下條です、差し込んでこい差し込んでこい、あー135、いやこれちょっと待って、わからないわからん、届いてない、いやーこれどっち、あー5や5や、いやでもまあ落ちてきて、いやでも結構、うん、これは厚かったね、うん、なのでいくら入れてんの、12.24 千円で、なので12倍以上だったら利益、よし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 、もうこれくらいだと俺もすぐ計算できるわ。2×4 よし、ということで10レース終わったんだけど、今からもう出ないかな。そうミニボートピア境8時で閉館なんだね、うん、今もう審査パッと確認してから、そうなかなかなんかあるやつだな、はい、とりあえず
安心安心。今日出産するこれ小銭だかりない。あ、でもありがとうございました。じゃあ、始まる。はい、ということでちょっと場所移動してきて、うん、はい、まあ、その理由が緊急事態宣言のために8時までしか買えないと、うん、そうだね、おれんということ で場所を移動して今から外で収録と、うん、いうことで名古屋の、まあ、なんて栄のマジで深淵に来てる、うんうん、本当にもうちょっといろんな人がいるんやなって、普段俺らが見れねえよなって感じの人たちもうめちゃくちゃ俺なんか童貞感出してるけど大丈夫アシスタがちょっと展示見て、うん、またいつものノリ、まあ、やり方としてはいつもと一緒で、そうだね、ちょっと場所が変わってるだけですけどね、うん、じゃあシスタまた展示見てください。はい、シスタ11レースなんやけど、うん、西島選手がだいぶ前付けしてきてるよね。そうだね。でこれ怖いのが、うん、松井選手そもそもどう動くかが分からんのよね、うんうん、1フタ6か16フタかで全然違うんだよ。そうそうそう、データが変わるよね。じゃあ俺としてはちょっとこう買いたくないかなと、うんうんうん、まあ大事な12レース前だしね。そうね、せっかく今はちょっとプラス、うん、2万円ぐらいプラスかであんのに、ここで下手に減らすよりも12レースにドカンと行きたいかな。そうだね。まあとりあえず剣で行こうか。剣にしようか。じゃあここ剣します。もうこういう状態だし。はい、ということで12レースもうすぐ発走ということで、消しとうか、うん、ということで最終予想をここでやっていこうかなと。はい、シスさん最後の展示お願いします。僕の見た限り展示は差がありませんね、あのね、本当にね、このレベルのメンバーだと差が出にくくて、うんうん、まあ、これ多分展示派の弱点でもあると思うんだけど、うん、もうはっきり分かるのは1号手の峰竜太選手、うん、もうここは逃げて当然だと思うし、逆に言うと差がないから6号手の秋山選手来にくいかなとは思ってるけども、うん、とはいえ16は全然あるだろうなっていう感じ、うん、だからここはデータ派にちょっとまあ頼るところにもなっちゃうかなっていう。ここね、シスさんと俺同意見で、うん、インディゲが、ね、スーパーミネリュータモードこの間動画で紹介したよね、うん、あの時92かな93だったけど、うん、あれを本当にスーパーサイズ3にしたら、うん、今回スーパーサイズ2ぐらいなのね。あ、そうだ、インディゲ成功率89でめちゃくちゃ強い。ここはもうインディゲで俺はいいと思っちゃう。でね、オッズでも分かるように10倍切ってる13が来る確率、これ38あるよ。なるほど、一番高いんやけど、ここからが重要で、うん、実はこの条件の時、白井選手だけのホワイトシャーク理論、2コース3連単率71あるで、2着率が32あるよね、うんうんうん、で次菊池選手のスピードキング理論3コースバージョン、これ実は菊池選手苦手として2着に来る確率18しかない。なるほどね。白井選手の方が断然高い。でボートレース界一番のニュース、そうです、土屋みなみ選手が出産したと。その旦那さんの佐藤翼選手が4コースに言うと、もうこれは俺今節ずっと言ってたけど、うん、佐藤選手持ってるよやっぱ。確かに持ってる。ジンクスがどうとかよりも4号手の佐藤選手有利なのは確か でここは4号手スタート決めやすいし、3号手の菊池選手の方がねデジタルスターターなんて言われてるぐらいスタートキングだよね。スタートキング4号手の佐藤選手っていうのは普通にあるかなと思うから、うん、まあ、ここ14もね絡めて。はい、ということで船券買ってきました、はい、でここも逃げだということと、うん、あともう3号手のオッズが安すぎると。そうだね、売れてる、うん、ということで、まあ、今回はこちら12流しと14流し、そして1号流しをね入れてると。でこれ流した理由がやっぱり SG 戦線、うん、流して外すが一番もったいない、うん、そうだね、流さずにして外すが一番もったいない、うん、ということでここは、流しで、まあ、絞ってなんか大きく狙うよりも、そうそうそうだね、俺は今日プラスやから、うん、そうだね、プラスの余裕の戦い方、うん、ということでこれでいきます。ミネ選手マッシュ逃げてスリットソロ、揃って、うわ菊池選手すごい、うお揃ってるね、すごい。さあここからどうなる、ミネ選手逃げて、逃げて、よし、逃げてる、よし来い、6、うん、どうだ、何か来てる今、
よし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 、どれもまだある。何が来てるんだ。どれもある、どれもある。6問も来てるもんね。いや、5手全員にチャンスがあるってこと。チャンスある、チャンスある。さあここで菊池選手が伸びてくるのかな。頼む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 。頑張れ。いいでしょ。よし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 、来てる来てる。佐藤選手来てる。どうだ、どうだ。でも3着が誰かもわからない。まだわからん、まだわからん。頼む頼む頼む。いや、つか菊池選手めちゃくちゃ伸びてきてるね。チャンスじゃない。さあ、うん、ありある。うわー、白井選手そのためめちゃめちゃうまい。よし、1、4、2、両方持ってるもんね。持ってる持ってる。1、4、2、1、4、3、どっちもいい。さあ頼む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 。締め込んで、そう、菊池選手をね、抑えてほしい、みんなで。うわー、いいねいいねいいね。いや、よし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 。菊池選手が一人ずつ倒して上がってきてるから、すごい。いや、白井選手もしっかりブロックしてんのに。142の方が高いのかな。高いね、多分142が絶対高い。さあ、いやいや、142、あ、2枚、今、今、よしよしよし、白井選手、マジマジマジ、142あるよ。画角マジックなってない、これ。いや、マジである、マジである。うわ、これさ、うん、届いてる、届いてる、届いてるね、届いてるね。白井選手、張り行こう、張り行こう。菊池選手のバケモンモンスター倒して。外前、外前しかない。よし、よし、抑えた。よし、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 よし。よしよしよし。よし、ちょっと待って、ちょっと待って。あら、よっしゃ。一緒に。的中。よっしゃ。よかった。やった。よっしゃ。よかった。いや。さあどうなる？2100円。でかい。よしよし、これでかいでかい。十分プラスじゃない？発表します。12レース、総額6万円投資、回収。いくらになりました？101,760円。でかい。ということで今日は、ちょっと待って、そしたら7万円勝ち。7万円勝ち、よし、リベンジ果たすね。よかった。 SG、 いや、このレース面白くなかった。1号艇抜けてから誰が2着かわからんレース。いや、マジでわからんかった、うん、やっぱ広く勝って正解だった ね、 ったね、うん、いや、よかった。ちょっとマジで、はい、ということで12レース終わりました。はい、激闘、激闘、もうこれは歴史に残るって言ってもいいぐらい、うん、まあそうだね、どこがかって言った時に、うん、まずまあ峰選手はしっかり逃げた、うん、でやっぱ峰選手も言ってたようにすごいプレッシャーがあったと、うん、3号艇の菊池選手のモーターがすごかった、うん、もう 2,3 着争いがおもろい、うん、本当にドキドキだったもうね、白井選手がとにかくもうあの菊池選手を潰さないとやられるってことで、うん、菊池選手が狙ってるところ白井選手がどんどん潰して、でそしてその先にいるのが佐藤選手がちゃんと逃げるんやけども追いつこうとする2人、しかもそこに5号艇後ろにいるから同茶争いがあったとかね、いろんなライン攻めとかいろいろもあった。すごかった。今回ちょっといろいろとあって、うん、行けなくなったりとか、うんうんうん、でそして最終日だけここでやるってなったけども、ね、この間のリベンジは果たせたんじゃないかと、うんうんうん、いうことで結果収支発表なんやけども、はい、プラスが約7万円と。でかいね。でかい。これはでかい。今日ね結構8レースぐらいかけたんかな、うん、で剣もしつつここまでプラスで乗ってこれたということで、うん、この間負けて福岡負けて今回勝ちましたってことは次小島は負けてしまう。勝ちでしょ勝ちでしょ、このままで気合い勝ちでしょ、うんうん、リズムよくね勝ってきたり、そうだからここでまずとりあえず1個弾みができたかなと、うんうん、まあ、まだねチャンネル登録してない方は次の SG ではライブ放送するかもしれませんので、よかったらチャンネル登録ね。その時はもうね、あのバチバチ言わせながら、うん、まあ、2人であの予想を全部して、うん、やっていこうと思いますので、はい、ぜひ、ご視聴くださいということで、今日もご視聴ありがとうございました。